やもうあったかいわ。春の陽気ですね。ね。いやいやいや。岡本商店街は阪急岡本駅から JR 摂津本山駅周辺、石畳のなだらかな坂道にはカフェや雑貨店などが並びます。また学生も多い町。来月から新年度ということで抱負を聞いてみました。こんにちは。地元が神戸。あ、一緒一緒。あ、そうです。神戸神戸。ちっちゃい時、のびのびパスポート持ってた。あ、持ってました。あ、分からへんやろ。分かんない。すごい入っていけない。同級生かな。いや、21です。21歳。22。21歳、22歳で。はい。次4回。ほんで今、就活とか。何方面目指してるんですか？子供関連の企業に。彼女は何目指してるんですか？私はもう、就職先決まん。泣いてもらった。はい。ちなみに何系とか聞いていいの？私、福祉系の公務員。仕事にやりがいを持って。うん、できたらいいかなっていうふうに思います。なんか目に力あるからいけるよ。こうなんか溢れてますよね、うん、先輩にいっぱい聞きながら頑張ってどっか決まればいいなと思いながら、ね、最後1年楽しく過ごせれたらいいなと思ってます。希望の子供関係の企業にね、うん、就職できることを祈りつつ。ありがとうございます。春でしたね、やっぱこう就活。うん、もう決まってたらこう顔がね晴れ晴れ、もう晴れやかでしたね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。何してますか？テレビ？テレビです。あ、何ですかこれ？美容室。あ、美容室。え、はい、おしゃれ。そうなんですよ。あ、でもお花とかも。そうなんですよ。まだオープンしたてでプレオープン中なんですけど。あ、今プレオープン中。はい。おめでとうございます。なんでこれまた水色っていう名前なんですか？綺麗な海とかの水の色とか見ると、はい、ストレスとかってなんか溶けたりしません？癒されますよね。癒される、はい、そういう空間にしたいなと思って水色にしました、はい、プレオープン中でしたがお客さんもたくさんいましたよ。青にする。ブリッジしてその後青色に。こういうの私がそもそも青が大好きだから。青が大好き嬉しいな。めっちゃ嬉しいね。じゃあお店も青ばっかりです。髪の毛も青になるし。ありがとうなんかせっかくやったら。そうですね、ヘッドスパとかやと お疲れも取れるんじゃないかなと思うんですけど。むちゃくちゃ頭でかいんだけどいいですか？あ、もう全然。料金倍になるとかないですか？あ、大丈夫です。はい、はい、田崎さんショートコースのヘッドスパを体験することに。嬉しい。もうリラックスしてください、香りでも癒されますね、うん、これ田崎さんの頭の形としては結構ご自身で四角いかなっていうのを気にされてたんですけど、僕がお昼寝してる時に奥さんがたまたま撮った写真があるんですけど、はい、めちゃくちゃ四角いんですよどうですかね。すみません、四角いです。すみません。何やねん誰がマインクラフトや とっても明るい店長の西村さんが岡本商店街で美容院を始めたのは15年前。その時のお店は2階にあったそうです。15年前にオープンした時に高校生やったり大学生やったりした女の子たちが結婚して子供が生まれて、でもやっぱりうちがいいって言って来てくれるんで来やすいように1階に引っ越したんですけど、はい、そこも考えてこのお店選んでいて。そうなんですよ、はい、ベビーカーや小さい子供と一緒に来やすいように1階に移転。さらに授乳室、おむつ台、キッズルームなども作り、優しさあふれる美容院にリニューアルしました。一番来にくい世代やし一番疲れてると思うので、ね、諦めてしまいがちなところを、はい、気軽に来てほしいという思いから。そうなんですよ。一方田崎さんは、すごい、お姉さんめっちゃ華奢で可愛らしいのにめっちゃパワフルっすね。すごい、めっちゃうまい。60分がいいすいません田崎さん、予算の兼ね合いがありますので。嘘
よね。大丈夫ですか。パッチリなってません。すごい視界がなんか明るい、いつも以上に。最後は西村さんに仕上げてもらって完成です。ここてお、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ゴッドハンドまた、はい、お願いします。ゴッドハンド並さん、また予約してきますんで。やったー、また来れました。これここ、うわ、ほんまにチョコレートって書いてる。めっちゃ可愛い外観ですよね。中村チョコレートさん、こんにちは。こんにちは、失礼します。お願いします。うわ、宝石みたいな。本当に宝石箱覗いてるかのような。オーストラリア在住のショコラティエール中村由紀さんが手掛ける宝石のようなチョコレート、季節限定のものなど珍しいフレーバーが並んでいます。去年の12月50年を迎えたところ、はい、あ、なんかおすすめのありますか。はい、こちらの桜の形をしたもので、あ、これ、はい、シャルドネのティアンジュネがオーストラリアの白ワインと洋梨のジュレを使った、はい、もう今だけの、そうです、はい、春限定の、春限定、あ、はい、ホワイトデーもありますし、そうです、はい、一番ベーシックでシンプルなのがこのハートのミルクチョコレートのお味になります。これ、はい、かわいい、僕見ておすすめの僕に合いそうなチョコちょっと考えてもらっていいですか。僕に合うおすすめを。あ、見てるみたい。考えてます。なんか全員に聞きたいらしいですよ。はい、せーので。決まった、じゃあせーのでいいですか、はい、3人同時に、はい、佐々木に合うチョコレート、はい、せーの、バトルシートマカダミア。すごい合うやん。嘘でしょ。本当やん。こんな、どれ、ボトル、バトルシードマカダミアナッツという香ばしいお味のチョコレートです。これ青い、青色の、まさか頭が四角いからじゃないでしょうね。これちょっと四角いけど、そうか、そういうことか。中野さん、違います。中野さんがずっと笑ってるんですか。大丈夫、違います。吉尾から見てもらって。ということで、おすすめのチョコレートを購入。えのきアナは期間限定のシャルドネ&ペアです。とろける。これまずフルーティーな香りがすごく口の中に広がります。でも甘さはすごく大人の味わい、はい、一瞬で春を感じるフルーティーな味わい、幸せ。田崎さんはアカシアの木の種ワトルシードの入った四角いチョコレート。めちゃくちゃ美味しい。これ濃厚でも、ここなんていうんですか、甘ったるいみたいなんじゃなくて、こうスキッとこう、うん、いや、これは高級だわ。素敵な視聴者プレゼントも購入しましたよ。ありがとうございます。バトルシード帰ります。ありがとうございます。ということで、今回のお買い物は終了。出会った皆さん、ありがとうございました。